コスタリカの石球と呼ばれる300個ほどの古代の石球は、1930年代にコスタリカで発見されました。科学者たちが驚いたのは、2つのミステリーです。車輪がアメリカに導入される前に、どのようにして山から何十キロの距離をこれらの巨大な岩を運んだのか。どうやってこれだけの完璧な球体が形成されたのか。ペルーのナスカの地上絵は地面に描かれています。描かれているのは幾何学模様からラマ、トカゲなどの動物、植物の絵まで様々です。科学者たちは80年以上もかけて研究を行っていますが、これが天文科学的な模様なのか、水源を示すものなのか、宇宙からの訪問者の形跡なのか、分かっていません。私は ET だと思いますよ。1980年半ば、スキューバダイバーが日本の与那国島海底地形を発見しました。科学者たちは、この構造物の集まりが数千年前のものであるとほぼ確信しています。しかし、これが自然に形成されたものなのか、人工のものなのかは分かっていません。古代都市であるとしたら、新たな疑問が生まれます。これを建てたとされる失われた文明とは何か、どのように海底にこの構造物を建てたのか、ということです。2006年にオープンしたグレナダの海底彫刻公園には、変な銅像が一つあるだけではありません。実物大の銅像の街なんです。円になって手をつないでいる26名の子供とロストコレスポンデントが最も有名です。これらのすべてはサンゴ礁を保護するとされていますが、様々な像の意味するところは議論がなされています。ジョージアガイドストーンは X 字型で置かれた巨大な石碑の集まりです。世界滅亡後の戒律がヒンディー語、中国語、スワヒリ語を含む8つの言語で書かれています。また、1980年で終わっている天文歴も描かれています。誰が何の目的で建てたのかは分かっていません。エイリアンのアリオーシャの像は、ロシアのモリョブカ村の異常地帯の人気ナンバーワン観光スポットです。1983年、地質学者が光る物体を森の上空に目撃し、雪の上に完璧に丸い跡を発見します。エイリアンの像は一般的な男性の身長で、2011年からここに置かれています。イースター島の有名なモアイ像は、何百年前からもこの場所にあります。なぜ建てられたのかは分かっていません。地元の人々は象が土地を肥沃にすると信じていたと考える科学者もいます。土壌分析によって確かに象の周りは土地が肥沃で、島の中でも一番の農業スポットであることが証明されました。1812年、理由は不明ですが、英国の農家が丘の土の一部を取り除き、外郭をチョークで埋めるよう地元の塗装工に依頼します。塗装工はお金を持って逃げてしまったため、農家は再びお金を払って、このザ・アルトン・バーンズ・ホワイト・ホースと呼ばれる白馬の絵を完成させました。1万1000年ほど前、現在のトルコ周辺の町も金属の道具もない場所で、かなり腕の立つ技工士たちがギョベクリテペを完成させました。ティラノサウルスの3倍の重さの石灰岩をどうやって削って運んだのか、これが何を象徴するのかなどは分かってはいません。カーヘンジはネブラスカにあるおかしな観光名所です。制作者は亡き父を偲ぶため本物のストーンヘンジを模倣し、古い車でストーンヘンジを制作しました。地面に立っている車もあれば、他の車の上に乗せられている車もあります。制作した理由を尋ねられると、制作者は、作らない理由がないから、と答えたそうです。別のストーンヘンジのそっくりさんは、2007年にミシガン湖の底に見つかりました。発見されたのは、円形に置かれた岩とマストドンの彫刻。マストドンは、
1万年も前に絶滅しているので、この彫刻はそれ以前のものであるはずです。その位置は一般には公開されていません。見つけられますかね？カンボジアのアンコールワットは世界最大の宗教的遺跡です。すべてを見るには数日かかり、その秘密を解読するにはさらに何百年も要するとされています。似たような寺院は太陽が昇る東側を向いていることが多いですが、こちらの寺院は西向きです。さらにレリーフの読みが通常と異なり反時計回りです。地球上で最も乾燥している場所の一つ、チリのアタカマ砂漠では砂から手が飛び出しています。人間の無力さ、脆弱さ、全てを凌駕する精霊？見る人によって解釈が異なり、なぜこのような人里離れた場所にあるのか誰にも分かりません。メルボルンのビクトリア州立図書館を出てすぐの歩道に別の図書館が沈んでいます。消えゆく知識のシンボルなのか、新しい文明が地面を割って新しい地をもたらしているのか、解釈は皆さん次第です。パリの銀行街には制作者の親指の巨大版レプリカがあります。これは1965年より設置されており、像3頭分の重さがあります。この像は一つだけではありません。同じ芸術家が作った同様の巨大な親指を世界各国に見つけることができます。マルタにある直立する石群を意味するハジャールイムは紀元前3000年に制作されました。石器を使用できた石器時代の天才が1年の始めと終わりを示すように岩を置いたものと考えられています。3月21日と9月21日は太陽がちょうど真ん中に来ます。3000個の直立した岩が新石器時代、現在のフランスのブルターニュに建てられました。科学者たちが何百年も研究しているものの、世界最大の岩の集まりの用途は分かっていません。これはストーンヘンジに関連する文化によって制作されたようです。つまり我々が思っているよりも前から旅や技術が広まっていたということになります。1923年、結婚式の前日に振られたフロリダ州の男性が失われた愛のモニュメントとしてコーラルキャッスルを制作します。大した額もない152センチの男性がどうやってカバの8倍の重さの岩を運べたのかはもちろん不明です。レバノンのバールベックはローマ帝国の巨大な岩の置き土産です。彼らはかつてこの場所を太陽の町と呼んでいました。最も古く深い部分は歴史学者もわからない文化によって建てられているようです。それではここで質問、なぜローマ人にとってこの場所が大事なんですかね。グレートジンバブエ遺跡にはかつて1万8000人が居住しており、現在の国名もここから取られています。初のヨーロッパからの探検家は16世紀に到着しました。彼らは金鉱の中にこれだけの要塞を建てることが可能だということを信じられなかったようです。排水システムは数百年後の現在でも未だに機能しています。歴史最大のミステリーの一つはエジプトのギザの大スフィンクスです。人間の頭を持つあのライオンは一体どうやって古代エジプト人はこれだけの大きな建造物を建てることができたのか。記録を残していないため、もしかして我々には知られたくなかったのかもしれません。だってスフィンクスを研究しようとする多くの挑戦者がミステリアスな事故に遭っているんですよ。地球のミステリーには飽きました？それでは最後は高次元のミステリー、宇宙へ行ってみましょう。1976年、バイキング1号が姉妹船を探して火星の周りを旅していました。複数の写真を撮影し、 NASA がこれらを確認すると、人間の顔のような形をした岩が発見されたのです。これはただの光と影の加減だという説明がされました。ただ
それでも多くの人がこれは火星にかつてまた現在も生命があった証拠だと考えています。今日何か新しいことを学べたと思ったら動画の高評価、お友達への共有をお願いします。他のおすすめ動画もぜひチェックしてくださいね。これからもブライトサイドをよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。